立憲民主党が暴言、防衛費が倍増されてしまう。28日に立憲民主党の西村幹事長が次のような発言をしてしまいました。今の自民一制政治ではダメだと参院選で声を上げなければ白紙にされたと捉えられ、防衛費が倍増されてしまうなどとなってしまっておりまして、こちら、鹿児島での発言となっておりますが、鹿児島周辺でも 中国の軍艦などが活動しており、鹿児島県民の皆様、中国の脅威を感じておられるのではないかと思われますが、そもそも防衛費の増額は国民の大半が要求しております。国民の代表たる国会議員であれば、実現するために努力するべきでしょう。また、防衛費に関しては、まあ、正直に言わせていただければ、倍増では全く足りておりません。 10倍程度でようやく中国などのならずもの国家とそれなりに勝負できるかなといったところでございますが立憲民主党などのおかしな野党の皆様にはこれ以上批判のための批判反対のための反対を繰り返し国民を脅威にさらさないようにお願いいたしますまた国民の皆様には立憲民主党には立憲民主党の後者には絶対に 投票しないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。